私はパニコ、27歳です。つい先日2年交際しているハルトとの結婚が決まりました。とはいえまだお互いの両親に婚約の挨拶をしたばかりで、結婚式の日取りもこれからです。式場だけじゃなくて新居とか新婚旅行先も決めなくちゃ。これから忙しくなるぞ。イシシ。私はこれからの結婚準備のことを考え、ニヤニヤ笑いが止まりませんでした。だってハルトはかなりのイケメンですし、優しい人なのでモテモテなんです。一体どうして美人とは言い難い私と結婚しようと思ったのかな。まあこの顔を可愛いと言ってくれる人もたまにはいるんだけど、でもハルトが選んだのはこの私。結婚したら当然幸せになれるものだと思っていました。だけど妹のユイナが出戻ってきたことで、私の幸せはガラガラと崩れ去ってしまったのです。妹のユイナは私の2つ下の25歳。3年前に結婚して実家を離れていましたが、離婚してつい最近実家に出戻ってきました。私の両親とハルトのご両親で親族顔合わせをした時には、妹は離婚のごたごた真っ最中のため欠席。だから妹とハルトが顔を合わせたのは、結婚式の日取りも決まってそろそろ周囲にお知らせしないとと思ってる頃でした。私を迎えに来るために実家に現れたハルトを見て、ユイナの目はキラキラと輝きました。あ、彼氏さんめっちゃタイプなんだけど。マジ？本当にこんなイケメンとお姉ちゃん結婚するの？え、あ、うん。はじめまして、妹のユイナです。お名前何でしたっけ？ユイナは目をハート型にしてハルトにすり寄りました。ハルトです。ハルトさん、名前もイケメン。本当にお姉ちゃんと結婚する気なの？え、あ、はい、まあ。もったいな。ハルトさん、お姉ちゃんなんかよりもっといい人いるよ。お姉ちゃんなんかで手を打っちゃっていいわけ？やばい、私はグイグイ来るユイナに嫌な予感がしました。実はユイナの離婚の原因はユイナの浮気。姉の私が言うのもなんですが、ユイナは男癖がよろしくなく、しかも面食いなんです。ちょっとユイナ、ハルトさんが困ってるじゃない。いいよね、ハルトさん。ユイナがベタベタするのにハルトもまんざらでもない様子。私は冷静なタイプなので、あまりイチャイチャすることがないため、久しぶりに女性にベタベタされてハルトも嬉しそうです。ますますやばい。でもすでに私とハルトの婚約は決まっているし、さすがにユイナも姉の婚約者にまでは手を出さないだろう。そう信じて私は心を落ち着けました。でもその信頼はあっけなく崩されました。ユイナとハルトが出会って1ヶ月後、私はハルトから突然に婚約破棄を申し込まれたのです。どうして、どうして婚約破棄なんか。理由を聞かせてよ。このところ忙しいってデートも断り続け、連絡だってほとんどしてこなかったじゃない。実は妹さんのユイナちゃんに惚れちゃったんだ。は？前にパニコの家で会った時からユイナちゃんが猛烈にプッシュしてきて、そのうちにまあなんていうかそんなことになっちゃったわけで。甘えん坊で可愛くてさ、いつも冷静なパニコと比べると、え、じゃあユイナに乗り換えるってこと？あ、うん、まあそういうことになるな。あ、そう。だからごめん、婚約はなかったってことで。わかった。リュウトの裏切りに私は涙も出ず怒りも湧きませんでした。こういうところがユウトの言う冷静ってやつなのかな。でも相手が誰だろうと、婚約中に他の女にフラフラ行くような不誠実な男にすがりつくなんて私のプライドが許さなかったんです。家に帰って両親に婚約破棄を伝えると、両親は妹に対して激怒しました。だけどユイナは謝るどころか開き直って言ってきたのです。別に私が婚約破棄しろなんて言った覚えないし、勝手に惚れたハルトさんがいけないんでしょ。でもあんたがそうなるように仕向けたんでしょ。まあ
結果的にはそうなっちゃったけど、でも私もさ、もう一度幸せ欲しいし、だいたいお姉ちゃんにはハルトさんもったいないって、美女と野獣の逆バージョンじゃん。最低。私は自分の部屋にこもり、ユイナはその後もずっと両親に怒られていたようです。だけどユイナはなぜ自分が怒られなきゃならないのか納得できないようで、あろうことか LINE で私にその不満をぶつけてきました。まあマジ、パパもママもめんどくさい。お姉ちゃんもいつまでも悲劇のヒロインぶってないでよ。そういうのマジで引くから。てかハルト君をつなぎ止めておけなかったのは自分の責任じゃん。あんなイケメンと結婚してもお姉ちゃんじゃいつか浮気されるよ。女の魅力で負けたからって私に当たらないでよね。その数日後、ユイナは家を出て行きました。どうやらハルトと一緒に住むようです。両親は私の味方をし、ユイナとは絶縁すると決めてくれました。ハルトの両親からも謝罪されて、ハルトの代わりにご両親が慰謝料を払ってくれました。そしてハルトのご両親も息子を感動すると。私は落ち込んだものの、両親たちの慰めもあって心を切り替えました。仕方がない、ユイナともハルトとも完全に縁を切ってもう関わらないようにしよう、忘れて次の恋に目を向けた方がいい、そんな風に思ったんです。1年後。そしてあっという間に1年が経ちました。私はあれから新たな出会いがあり、やっと最低な思い出が幸せな思い出に塗り替えられようとしていた頃、1年間何の音沙汰もなかったユイナが突然実家にやってきたのです。ユイナは家に上がり込むや、いきなり泣き出しました。聞いてよ、ハルトが浮気してたの。私とあんなに愛し合って結婚したはずなのに、泣き叫ぶユイナを見て両親も私もボカンとしました。何言ってるんだろうこの人。すると私よりも先に母が口を開きました。で？え？で、で、え？それで、あんたは私たちに何をしてもらいたいの？私からすれば、まあそりゃそうだろうねとしか思えないけど。え？で、で、なんで？お姉ちゃんにひどいことしたから、あんたにそれが返ってきただけじゃない。自分が浮気するように仕向けたんだから、自分が浮気されても文句は言えないのよ。でも、でも、私のこと好きだって言ってくれてたんだよ。ユイナ、あんた、自分がハルトを奪った時に思わなかったの？一度浮気するような男は、二度目も浮気する確率の方が高いって。そういうクズを好きになったんじゃないの？だって、だって。ユイナもいつまでも悲劇のヒロインぶってないでよ。そういうの、マジで引くから。ハルト君をつなぎ止めておけなかったのは自分の責任でしょ。私はあんたに女の魅力で負けたかもしれないけど、あんたは新たな不倫相手に女の魅力で負けたの。私としては負けたおかげで今の幸せがあるから万々歳なんだけどね。こういうの負けるが勝ちっていうのかな。イシシ。1年前にユイナから送りつけられたのと全く同じセリフを私もユイナに叩きつけてやりました。1年越しの悔しさが解消。そんな。だいたいユイナ、あなたとは1年前に縁を切ってあります。よそ様の家に勝手に上がり込まないでちょうだい。あなたが浮気されようと離婚しようと、私たちの娘はもうパニコ一人だと覚悟を決めてあるから。ユイナが救いを求めるように父を見ても、父は母の言葉にうんうんとうなずいていました。ユイナはがっくりと肩を落として、それ以上何も言えずにしょんぼりと家を出ていきました。私は落ち込むユイナの姿を見られただけでも気が晴れましたが、さらにはその続きがあったんです。ユイナはそれからハルトに不倫相手と別れるように迫ったところ、ハルトは拒否、逆にユイナのホスト通いを非難してきて離婚を言い渡されたそうです。浮気されて嘆いていたのに自分はホスト通いなんて、そっちの方がびっくりしましたけどね。弁護士を頼もうにもユイナには使えるお金がなく、当然のことながらうちの両親も弁護士費用なんて援助するはずがないので、あろうことか私に借金を申し込んできました。ねえお姉ちゃん、お金貸してよ。一生のお願い。このままじゃ離婚する羽目になっちゃう。離婚はいいにしても無一文になっちゃう。
トのご両親からもらった慰謝料まだあるでしょ。それじゃないよ、私もお姉ちゃんと同じ目にあったんだから。私だって慰謝料もらわなきゃ割に合わない。は？なんで私とあんたが同じなの？全然同じじゃないから。なんでよ、浮気された側ってのは同じじゃない。略奪女がよく言うわ。それに慰謝料はもうないの。今度の結婚式で使うから。は？結婚式？お姉ちゃん結婚するの？私がこんな目に遭ってるのに？それは自業自得ってやつでしょ。ようやく私も幸せになれるから、前みたいに邪魔しないでよね。とはいえ今度の彼氏はハルトみたいな浮気クズ男じゃないから、あんたが誘惑しても無駄だろうけど。いしし。それじゃあ永遠にアディオス。いや、お姉ちゃん待って、せめてお金を貸してよ。その後に聞いた話では、最終的にユイナは無一文で家を放り出されて離婚。せめて弁護士でも雇っていれば交渉のしようもあったでしょうにね。誰にもお金を貸してもらえず、身を寄せる場所もなかったために、少しでも稼ぎのいい夜の仕事を始めたそうです。ただその稼ぎもストレス発散のために通っているホストクラブに全部吸い上げられているらしいとか。それもこれも自業自得としか言いようがありません。私の方はその後彼氏と無事に結婚式を挙げました。もちろんユイナの出席はなし、招待してないので当然ですけど。でも両親をはじめたくさんの人に祝福してもらって、あの嫌な思い出も今ではちっぽけに思えるくらい幸せです。心配をかけた両親には、今後しっかり親孝行して恩返ししていこうと思ってます。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニピさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。